2月7日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます今日2月7日は船の日それからふるさとの日なんだそうです船というのはもちろん語呂合わせで船 私最近、あの、動物の森というゲームをですね、非常に熱心にやっておりまして川に行くと船が釣れるんですねまあ、そういったことを思い出したりしたんですけれども故郷さとで、ふ…やふるさとでふ、ふなと,というとなんだか、こう、自給自足な風景が浮かんでくるような気がします えー、先日発表がありましたが、私、文化放送さんのアニゲラ・ディドゥーンというラジオに出演させていただけることになりました。2月の14日、まず出演させていただきますので、えー、今日と同じ木曜日ですね。今週は、私は出ていないんですけれども、アニゲラ・ディドゥーン。 皆さん一緒に聞きましょう本当に皆さんのおかげでこういった機会をたくさんいただけて本当に感無量なんですけれども皆さんの期待に応えられるようにそして皆さんをがっかりさせないように一生懸命 頑張りたいいと思いますまだまだ何もできず何もわからない私ではありますがそんな中でも一生懸命頑張っていこうと思うのでどうぞよろしくお願いします。<laughs> それから2月14日にユニさんのチャンネルであのバレンタインのコラボですねそちらもさせていただきますのでどうぞ皆さん要チェック です <laughs> それでは今日のちょこっと英会話フレーズ今日ご紹介するのはこちらのフレーズです。えっとこちらは会話に詰まったというか、えー、会話の考える 文と文の間に考える隙間に言う言葉ですね。Let me see という言葉なんですけど、えー、っとーっていう、あのそのえー、っとーという感じのフレーズですね。Let me see.、うん こちらだと、あのー、そのままね、直訳してしまうと、よくわからない単語、単語というか、意味になってしまうのですが、Let me see というと、えー、っとー、と考えるような感じになります。皆さんも、ぜひ、ちょっと、文が続かないなと、会話が続かないなと思ったら、Let me see んと、えへへ、言ってみてください。それでは、 最後に今日のちょこっと占い <laughs> 今日はふにゃふにゃですね今日の占いはすごく単純ですこの中から好きな果物を選んでください1りんご 2バナナ3イチゴさああなたはどのフルーツを選んだんでしょうかそれでは1のリンゴを選んだあなた今日はラッキーなことが起きそうですリンゴが落ちるように何かひらめきを感じるかもしれません そんなあなたの今日の「ラッキーランチ」はパスタです。2のバナナを選んだあなたは少し人の揚げ足を取りたくなってしまうかもそんな気持ちはぐっとこらえて優しい気持ちで受け止めてあげてくださいね今日のあなたの「ラッキーランチ」はごまの入ったお料理です。です いちごを選んだあなた今日は人を喜ばせることができそうですあなたの得意と思っていたことが人の役に立つということが分かってすごくうれしくなることがあるかもしれません自信を持ってくださいねそんなあなたの今日のラッキーランチはパンケーキです えパンケーキといってもねあの食事系のパンケーキもありますからあのしょっぱいパンケーキもし食べる機会があれば食べてみてくださいそれでは今日も私もたくさん頑張らなくてはいけないことがありますので一生懸命頑張るぞという気持ちで皆さんと一緒に頑張りたいと思いますそれでは今日もあなたの背中を押していますいってらっしゃーい